代表山本太郎と申します。これからですね、ご通行中の皆さんにマイクを握っていただいて、直接国会議員山本太郎にご質問をいただければと思います。でですね、山本太郎という変わった生き物をご覧いただけている方、ありがとうございます。もう一歩、前に、歩みを進められる方はぜひお願いをいたします。令和新選組代表山本太郎、新宿の地下でマイクを握らせていただいております。皆さんは日常的に国会議員とコミュニケーションを取るということがございますでしょうか。おそらく多くの方々は選挙前には国会議員よく見かける、何かしら不自然な笑顔を浮かべながら手を握ろうとする、そんな気持ち悪い存在だと思うんですね。一方で選挙が終わった後、どこにいるかわからない生き物、それが国会議員とも言えます。それじゃあ困ります。それでは困る皆さんの今の声を受けて議会に持っていき、それを何とかするという気概を見せる、それが国会議員でございます。どうかあなたの頭の中にある疑問、苦言、提言、何でも結構です。この後ですね、マイクを握っていただきたいと思います。まず皆さんにマイクをお譲りする前に、共通の認識、この国が今どうなっているか、皆さんと一緒の共通の認識を持ちたいと思っています。そのためにまずは私山本太郎の方から5分程度プレゼンをさせていただきたいと思います。この後5分のプレゼンやらせていただいた後に、どなたでもマイクを握っていただける、そのようなことをやっていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。さあ、令和新選組代表山本太郎と申します。お休みの日、これからどっかに行こうとされている方、大きな音で申し訳ございません。そしてお休みですけれども、仕事途中の方、本当にご苦労様です。これからですね、皆さんにマイクを握っていただこうと思っております。コミュニケーションをさせてください。その前に今の日本がどうなっているかということを、まず山本太郎の方から皆さんにプレゼンをさせていただきます。おそらくここ最近の問題といえば物価高、ちょっと経済的にしんどいよという方もいらっしゃると思うんですね。物価が上がってると言われるけれども、どれぐらい上がっているかということを皆さんと一回確認していきたいと思います。一般的にどれぐらい物価が上がっていますかということに関しては、総務省の消費者物価指数というものを見るのが一般的なんですね。これは何かっていうと、今と去年の今頃比べてみて、どれぐらい物価が上がっていますかということを見ていくんですけれども、今と去年の今頃比べてもしょうがないんですよ。どうしてか、去年の今頃すでに物価上がってました。なので皆さんがどれだけ逼迫しているか、物価高によって首が締まっているかということの、あまり何でしょうね、肌感と合わない数字が出てきます。なので私たちは今回2018年の平均、つまりはコロナが来る前、物価高になる前、
その2018年の平均と今年の春、これを比べてみることにしました。見てください、こちらです。都市ガス 15.5% 上がった、ガソリン 16.8% 上がった、灯油 28.7% 上がり、食料は 17.8% 上がった、コーヒーは 16.2% 上がって、マーガリンは 19.7% 上がり、国産豚肉は 20.9% 上がって、食パンは 21.9% 上がる、調理カレーは 27.1% 上がって、魚介類は 27.6% 上がった、ハンバーガーは 29.3% 上がり、小麦粉は 33.2%、 輸入牛肉 37.8%、 トイレットペーパー 36.8% 上がり、食用油は 46.3% 上がって、照明器具は 63.2% 上がった。何が言いたいか、物価が上がったと言っても賃金がちゃんと上がっていればそこまで大きな問題にはならない。一方で日本国内で今賃金が上昇していると言われるのは一握りじゃないですか。大企業など今業績がいい、今利益を上げているというところを中心に賃金が上がっているような雰囲気がある。じゃあ一方で中小零細どうですか。賃金上げるところじゃない、そんな企業あまたあるんじゃないですか。つまりは今この物価高によって多くの消費者のみならず事業者も大変な思いをしている局面であると。じゃあここで何をすべきですかってことなんですけれども、国がやるべきことは上がった物価が下がってるような効果、簡単に言うとあなたが払わなきゃいけないお金を極力抑えられるような政策を取らなきゃダメなんです。つまりは減税、つまりは社会保険料の減免、つまりは悪い物価高、これが収まるまでの給付金、こういったものを政策としてやっていかなければ、この物価高で苦しんでいる状況から多くの方々を救うことはできない。逆に言えばこれを放置すればさらなる不況が将来的にやってくる可能性の方がでかいんですね。で、日本は特別なんですよ。世界と比べられないことがある。それは何か、コロナと物価高は共通してるんですけど、日本という国だけ先進国の中で30年も不況が続く国なんです。日本のみですよ。その結果どうなってますかってことをまずご覧いただきます。令和新選組代表山本太郎と申します。今ご覧いただいているこちらのグラフ、何を表しているかというと実質賃金数十年の推移でございます。で、左側1997年、右側は2022年、この間に実質賃金がどう推移していますかということを見てみると、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、アメリカは右肩上がり、時給2000円3000円当たり前の社会なんですよ。一方で日本どうですかって、この一番下の赤い線、30年近くにわたって賃金ずっと下がり続けてるっていうような状況なんですね。ここにコロナが来たんですよ。30年の不況の中に賃金も下がり続け、コロナが来て物価高になってるってことを政治が意識しているかってこと、意識してません。話戻ると、これだけ賃金が下がるってことは全体的な所得もこれ下降に入ります。どんな状況でしょうか。こちらです。所得の中央値、皆さんにはもう説明するまでもございませんけれども、知らない方が一人でもいたらいけないので言わせてください。高い所得、低い所得、全部並べた真ん中の値、所得の中央値。この所得の中央値が25年以上不況という日本において、所得の真ん中が131万円、所得の真ん中が131万円下がっちゃってんですよ。つまり何かっていうと、多くの人々が貧乏になってます。むちゃくちゃですよ。こんな先進国存在しないでしょ。日本だけなんですよ。だから30年不況なんですね。さらに進めます。このような状況になると社会はどうなるでしょうかということを示します。今ご覧いただいているのは厚生労働省の調べです。国民生活基礎調査、これはコロナが来る前2019年に発表されたものです。生活が苦しい、そうおっしゃる方々は全世帯の 54.4%、 コロナが来る前2019年、母子世帯では 86.7%、 生活が苦しいと言っている。つまりは何か、
コロナが来たからしんどいんじゃない、物価高だからしんどいんじゃない、その前からずっと社会は底が抜けてるんですよ。この状況、政治はなんとか是正しようとしているのかというと、残念ながらそうはない、切り捨てようとしている、これが現実です。例えばこちらご覧いただいている母子世帯、生活が苦しいと言われていますけれども、この時よりも新しい数字が出てきています。例えばどんなものか、こちら子ども家庭庁なるものが立ち上がりました。そこの一人親家庭部会というところで示されたあるアンケートでございます。シングルマザーズフォーラム、そう言われるところが出したアンケート、その中身を見てみるとかなりひどい経済状況であることが伺えます。こちらです。一人親家庭シングルマザーのお家で現在の暮らし向きについて 98% が苦しい、やや苦しい。字がちょっと小さくなりますが読みます。主食の米が買えない時があった 65%、 子供の服、靴が買えない時があった 90%、 親の食事を一食抜かす8割、これが現状なんですよ。むちゃくちゃでしょ。はい、それだけではございません。その一方で国民が貧困化する中、儲かりまくってる人たちがいます。どんな人たちでしょうか。あっちだそうか、国会議員のやつ。30年国は経済的に転落をし続け、国民は貧困化している中で金を蓄え続けている者たちは一部います。その説明を簡単にさせてください。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんご存知の通り、今多くの方々が大変な思いをされている中で、特にですね、出来心でお金がなかったから盗んでしまいましたというような犯罪も増えてきてるんですね。皆さんも何かしらニュースとかで見たことあるかもしれません。例えば日本酒186円のものを盗んだ70歳の男が逮捕された、そんな話です。186円の日本酒を盗んでも逮捕される、当然です。それはやってはいけないことだから。一方で裏金2954万円をパクったおっさんは国会議員を辞めることなく、そして納税することもなく逮捕されることもない、そのような状況で国会の中にいると。他にもウイスキー1本53歳、これ盗んだんですね。所持金は10円、お酒を飲んで死のうと思ったって、勢いつけないと死ねないからって、胸が痛くなるような話だけれどもやってはいけない。当然こういうことをやったら裁きを受けるのが当たり前のことなんですけれども、裏金2728万円、これを猫ばばしたおっさんたちは国会議員辞めることはありません。納税すらしません。それだけじゃなく捕まることもないってことです。他にもマグロの握り寿司、牛肉、食料品2点、1291円を盗んだ漁師の74歳男性、やってはいけない。それはもちろんだけれども大変だったんだろうなって思っちゃいますよね。一方で裏金を2403万円も作ったこのおばさんは国会議員辞めることなく納税することもなく捕まることもないまま今も国会議員として活動をしている。それだけじゃない、豚ロース、スライス1点277円を盗んだ人、やっちゃいけないことですよ。でも大変だったんでしょう、生活が。胸は痛いけどしょうがないこと。一方で2196万円もの裏金を作った元スケート選手、今や国会議員の方、議員を辞めることもなく納税することもなく捕まることもないんですよ。それだけじゃない、煮卵1パック538円を盗んだ87歳男、苦しかったんでしょう、食べたかったんでしょう、煮卵。気持ちはわかるけどやっちゃいけないことだから捕まるんですよ。一方で2057万円ものお金を裏金として作って猫ばばしたやつらは捕まることもない、議員を辞めることもない、納税すらしない。それだけじゃない、まだまだある、まだまだある。レトルトご飯のパック、レトルトご飯のパック1個盗んだんですよ、203円。そんなものを盗まなきゃいけない状況、胸が痛いけどやっちゃいけない。けれども裏金作ったやつらは自民党を辞める、無所属になりましたってことで罪を償ったことになってる。私たちに関係ないですよね、そんなの。自民党を辞めようが居続けようが何の影響もない。この裏金をこれだけパクったってことに対しての議員辞職だったり逮捕されることもない、おかしな世の中ですよ。そしてお地蔵さんに供え物をしてあった100円のポップコーン、地蔵に供え
備えてあった100円のポップコーン、お腹空いて死にそうやったから食べたって、その人逮捕されたんですよ。おそらく地蔵は許してくれたでしょう。本当に飢えてそうなったんだったら、でも罰は受けるってことなんですよ。でも裏金を1512万円作ったおっさんも無罪放免、議員を続ける。1408万円作ったおっさんも無罪放免、議員は辞めなくていい。納税もしない、納税もしない、逮捕もされない、納税もしない、逮捕もされない、納税もしない、逮捕もされない、納税もされない、逮捕もしない、いい加減に、もう本当にもうぶっ壊すしかないじゃないですか、こんなやつら。そう思いません？皆さん、私はそう思うんですよ。今こそこれは、こういったふざけたことにあぐらをかけ続けているような人間たちがこの国の中心にいることによって、自民党による30年の国の経済停滞、多くの貧困格差を作り出した上に、自分たちの腹だけどんどん肥やしていく。そして彼らが肥やしているのは自分たちの腹だけじゃないんです。彼らの企業献金や彼らの組織票、自分がバッジをつけるのに必要な人たちにご恩返しをするという様々なルール改正を行っているんです。それによって利益が肥大化した者たちがいる。国民の貧困化の一方で利益が肥大化した者は誰か？大企業、そして一部資本家と呼ばれる者たちは、これ笑いが止まらない状態がずっと続いている。例えば大企業、いわゆる内部留保、この10年の間毎年過去最高益なんですよ。更新し続けてるんです。毎年現預金だけでどれだけ持ってるか、127兆円増えてるんです、この10年で。日本には金がない？違う、金はあるけれど、金があるとこからは取らない、それが決まってる社会なんですよ。負担が必要だったらお前らからだなっていうことで、自分たちに票をくれる、金をくれる人たちは特別なルールで守っていくってことで、どんどん声太らしているということがあった30年。つまりはこの格差、30年によって作られた格差は政治の影響を大きく受けている。逆に言えば、政治がそのように政策を売り飛ばした見返りで、票と金をもらうことで成り立った30年によって、国は食い潰されたということでございます。他にもございます。日本という国は金持ちがいっぱいいる国なんです。富裕層、フランスのキャップジェミニっていう会社が調べた結果、世界の中で日本という国は2番目に富裕層が多い国なんですって。じゃあ富裕層の定義って何ですか？富裕層の定義、キャップジェミニによると、1億円以上のお金を今すぐにでも投資などに振り分けられるぐらいのお金を持っている人たち。世界で2番目に多い国が日本。一方で国民は貧困化、どう貧困化していったかってことを最後に簡単に話します。令和新選組代表、山本太郎と申します。政策を売り飛ばす、つまりは一部の者たちがさらに豊かになるように彼らに対して特別なルールを作っていく場となったのが国会です。それが30年続けられたら国は壊れます。じゃあ資本家、大企業にとってのコストとなるものを削減してあげる、減らしてあげるということを実現してきたのが政治の場です。そのうちの一つがこちらです。労働の不安定化、労働環境の破壊です。こちらご覧いただいているグラフ、2本の線グラフです。青と黄色、そしてこの期間は1990年から2020年のこの期間に対して、青い線、非正規労働者がどんどん増えていっている様子。どうして非正規を増やしたら資産家たちが金を儲かることになるのか、資本家たちが儲かることになるのか。だって働くあなたが一番のコストだから。あなたの働き方を壊せば安く人間を使えるような形になっていく。それゆえに1990年から経団連の前身の団体から、これは非正規化を進めろという号令がずっとかけられてたんですね。もちろん派遣労働者、これを拡大することによって中抜きがより壮大なものになっていったりとか、不安定で金が安くて雇えていつでも首を切れるという非正規化が4割を超えるような状況までできてしまった。その様子を表しているのがこの青い線です。一方で非正規労働者が増えると減っていくものがあります。非正規が増えると減るものって何ですか？賃金なんですよ。青い線、非正規労働者が増えることによって賃金が減っていく。その理由は何か？
非正規労働となって不安定、そして収入が減る。収入が減った者たちは物を買えなくなる、買わなくなる。それによって社会にお金が回らなくなる。社会にお金が回らないということは事業者に対しても利益が上がらなくなるという状況も作り出す。結果どうなりますか？首を切られる、給料が安くなる、そういう悪循環を繰り返した30年なんですね。どうして所得を減らして物を買う人が減れば社会にお金が回らなくなるかってことを最後に簡単に話させてください。令和新選組代表山本太郎と申します。今私が手に持っているフルーツジュース、あなたがこれをお店で130円で買ったとします。その130円はどこに行きますか？あなたが払った130円は社会に波及していくんです。回っていくんです。その説明を簡単にします。フルーツジュースを作る際に必要なものは何ですか？果物です。じゃあ果物を作っている果樹農家、ここに対してそのフルーツを買い取るという行為、そこにつながるわけですね。あなたが払った130円のうち果物代として支払われる、流れていく、広がっていくってお金が生まれるってこと。それだけじゃない、その果樹農家からジュースを作る工場に果物を輸送する際にはトラックドライバーなども使われるわけですよね。そこにもお金が落ちる。そして工場に運び込まれジュースを作る労働者たちにもお金が分配される。そしてこの紙パックを作っている労働者にもお金が流れ、ジュースが出来上がった後工場からお店に輸送する際にもドライバーたちにもお金が流れ、そしてこれを売っている店員にもお金が流れる。つまりあなたの消費、お金を払うという行為は回り回って誰かの給料になる、誰かの消費は誰かの所得になるっていう当たり前の循環なんです。先ほど見ていただいたグラフ、非正規の話、非正規の話を見ていただきました。非正規労働が増えれば何が増えますか？何が減りますか？賃金が減ってってるんだってことを見ていただいた。まさにこの通りなんですよ。所得を減らして物を買わない、買えない、そんな状況の人たちが増えれば社会にお金が回らない、誰かの消費が誰かの所得になっていくっていう循環を30年弱らせて国民を貧困化させたのがこの国の正体。じゃあこの国の中で今どんな状況になってるか。 6.5 人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困、一人親世帯の2世帯に1世帯が貧困。こんな状況でこの先30年の経済停滞があった、衰退があった、そこにコロナが来て物価高にまでなってる。これを考えたら当然国はやるべきこと、大胆な経済政策やらなきゃこの先さらに大きな不況がやってくるんですよ。じゃあどうすればいいのってことなんですけれど、この国のオーナーにこれ動かしてもらうしかないんですよ。この国のオーナーっていうのは自民党に対する経団連、自民党に対する統一教会、そういう話じゃないんですよ。この国の真のオーナーはあなたなんですよ。あなたがいなきゃ変えられないんですね。選挙になった時にこの国のオーナーは 50% この国の行方を決める議決権を捨ててしまう、投票に行かない。結果一部の固まった組織票が勝ちやすくなるってことで30年ここまで国の破壊が進んだってことです。だからこそ今から変えていける、当たり前です。政治によって作られたことは政治の場によって変える以外ない。逆に言えばそれによって変えられるってこと。今必要なことは何か。大胆な減税策、あなたの使えるお金を増やすこと、社会保険料今は減免すること、あなたの使えるお金を増やすこと、この悪い物価高が収まるまでは給付金を出して社会にお金を回すこと、全国津々浦々にお金が回るように大胆な底上げをして、失われた30年、そしてそこからのコロナ物価高に対応できるような状況を一刻も早く作らなきゃいけないということで、私たち令和新選組経済政策を一丁目一番地に上げて、活動をしております。これからですね、ちょっと冒頭長くなってしまいましたけれども、山本太郎からの現状、国はこうなってますよということを皆さんに共有させていただきます。